こんにちは。オーストラリアアマゾンサポーター、堀秀夫です。2020年3月11日サポート開始した会員さん、ね、4ヶ月後の7月10日、売上6003ドル達成しましたという報告がありましたので、その経過報告の動画を作ります。この会員さん、ね、節目というかね、ほぼ毎月かな、状況報告してくれてまして、サポート開始は3月11日。でね、4月27日の報告。これね、なるほど。ここまで私の動画見てる人って、そんなに今までいなかったんですけど、毎日10件から20件ほど私の動画を見ていただいてると。ね。これが多分もしかしたらスムーズにね、売上伸びてる大きな要因かなと思ってね、これをお知らせしておきます。ね。今、見やすい形でね、会員専用サイトの方だと、必要な動画、普通の公開動画はね、新しいこととかね、逆に分かっちゃうと、ね、ライバル増えちゃうようなことは書いてないというか、非公開動画にしてるんですけど、そういった動画もね、公開してますんで、やっぱこの動画ね、一通り見るっていうのはいいんだなと、今まで個別サポートはね、やること一つ一つ提案しますんで、それでやってください。ね、何も見る必要ありませんという話をしてたんですけど、逆に、この動画をできるだけ見た方が、やっぱりね、私がやろうとしてること、今までやってきた実績、ね、どういう考えでサポートしてるか分かりやすくてね、飲み込み早いんだなというのを感じたんで、必須ではないんですけどね、どうやったら、売上伸びるか思うほど伸びてないなという場合はね、動画を見てください。特に、個別サポートでない会員さんはね、逆に私と話す機会ないんで、動画を見てね、疑問に思ったことをね、質問してもらったり、逆にだったら、ね、アップグレードしちゃおうかと言ってアップグレードしたりした方がよろしいんじゃないかなと思います。そして、4月の売上は、ね、30個売れて547ドルだったと。で、5月の14日にね、月半ばで23個売れて606ドルになってますという報告で、で1ヶ月後のね、6月17日に3454ドルになりましたと。7月の売り上げは6000ドルを目標ですと言ってたんですけど、なんとプライムデーが始まる前のね、7月10日の報告でもうすでに6000ドル超えてしまいました。このようにね、超えてまして、176個で6003ドルと。で、素晴らしいですねということでね、もう、あわよくばプライムデー効果で今月1万ドルを達成できないかと期待をしておりますということなんですけど、十分達成の可能性は高い、ね、と感じております。以前のね、報告もこれ、残ってますんで、逆にこのモチベーションというかね、何をやってこう伸びてるというのの参考になると思いますんでね、この、ね、時系列で報告していただいている会社の報告は、極力皆さんとシェアしたいと思いますんで、時間があるときにチェックしてみてください。こんな形で、7月は売上6000ドルと言ってたのがね、もう7月10日のプライムデーが全然始まる前の段階で達成してしまいましたんで、その報告と、この会社さんが、7月でね、どれぐらい伸びるかというのをまた次回の報告、お待ちしていただければと思います。また、ね、他の会社の売上報告、あるいはね、売上伸びないというご相談、ね、お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。